じゃじゃん。去年新中川でここじゃないところですけどうなぎを釣ってますので、今年もうなぎを狙いにやってまいりました。あの護岸線がちょっと気になるけど、ちょっとまだじゃ負けかもしれんな。あれのせいで釣れなくなる可能性もあるね。もうちょっと様子を見てみましょう。はい、皆さんこんばんは。ダサムカマ飛行チャンネルでございます。はい、ゆうちゃんです。はい、俺ダサです。今はね新中川に来ているぜ。新中川といえば去年ここでうなぎを釣ったんだけれども、今なんでちょっと早口なのかっていうと、当たりが来てるんだよ、当たりが。そして皆さんも動画は見ていただけたでしょうか。当たりが来ると光るセンサー、穂先センサー内蔵、当たり違うヒットなんだっけ、ほら光ったでしょ。内装で揃えられる、もので作った自作のヒットセンサーなんですよ。音と光で当たりを教えてくれるというね。なんとこれ1個200円かからないで作れちゃうんですよ。まだ動画確認してない方は制作動画上げてありますんで、どうぞ確認してみてください。すぐ根に潜っていくからね。どうでもとりあえずね、光ってる様子は皆さん見ていただけると思うんですけど、さあどうだ、いないか、ちょっと遊ばれたか。来てるね、来てるよ、でっかもしんねえこれ、うん、動いてる、これ乗ってるよ、うん、合わせ乗ってるよ、合わせよ、うん、来たか、よし来た、よっしゃ、やったぜ、やったこれさ、尻尾がさ、ヒレのようになってるのがアメリカナマズ。あ、そうなんだ。で、細い、うなぎみたいな、あの尾っぽはマナマズ。すごい、25センチぐらいはあるね。オーバーだな、うん、やりましたね、ありがとうございます。いや、新魚種ですね、初魚種。釣れるか。うわー、だからうなぎじゃなかったね。やったぜアメリカナマズ。ゴンズイじゃないよね。ゴンズイじゃないね。ゴンズイだと嫌なんだけど。すげえ大物釣れたよ。いや、なんか重てって思ったらさ、ゴミ。残念でした。でも川をまた綺麗にしてしまいましたね。いや、今日の新中川ね、水温がめちゃめちゃ暖かいです。生ぬるかった。そして結構当たりがあります。乗るところまではまだ行かないですけど、まあ、さっきのねアメリカナマズぐらいですけど。いや、結構いい感じですね。鈴が鳴るから楽しいですよ。楽しくない。楽しいよ。待つの大変。でも楽しいだろ。アウトドア。ママじゃねえ、パパだよ。めちゃめちゃ引っ張ってたよ。ああ、持ってかれたよ、ほら。すごい下だね、そこだ。そうだね。そこだね。相当な。持ってかれたよ。そこだね。ただね、下完全に元がれた今、ほら、がっつり。めちゃ引いてた今、ね、持ってかれちゃった。これいいね、結構でかかったよ。だって30号を動かすっていうくらいだから、結構でかいのがいたんだよね、多分ね。上下合わせて30号、上下合わせて30号、ということは動かすやつは結構でかいよ、でかいよね。相当引いてたね、引いてたね、今ね。いいね、石持ち針の重り2点掛け底狙い頼んだぞ。石持ち針リリースします。まあちっちゃいしね、結構背びれに、ね、すごい鋭い。見てみてこれ、鋭い、ね、シャーケーンとほら、ね、こいつ手切れるよね。俺さ、ね、こう見るとやっぱりゴンズイに見えちゃうんだよ ね。すげえゴンズイっぽいね。ゴンズイっぽいね。なんか素直に喜べなかった自分が。じゃあ逃がしましょうか、バイバイ。
ゃあちょっとまだね寒かったですね今日はね。今日の敗因はミミズです。ミミズの大きさですね。ミミズ放送ね娘っ子ミミズがちっちゃかったね今日ね。はいということで聴講終了いたしました。新年度が始まって初めての川での釣りちょっと最近ね旧中川で、うん、あのちょっと練習して、ね、まあとりあえず春のうなぎ開会式をね2人で取り行ってきたんですけど、そうなんです、うん、本番そう、ね、新中川に行ってまいりました。心細い夫人だったけどね。ミミズがね短くて細いのしか取れなくて、やっぱりぶっといの使ってた時は結構ね、あのうなぎっぽいあたりがあったんですけど、うん、乗せきれなかったね。で細くしちゃってからはね、うん、ちょっとこれはうなぎじゃねえだろうなぐらいなあたりしかねなかったですね、すごいね、うん、当たりは良かったんですよ。当たりめちゃめちゃあったね、うん、いい当たりがあったんだけどね乗せきれなかったね。そうね、まあでも飴生、ね、うん、飴生がね、うん、そうあれ30センチ弱ぐらい、いやもっとある、もっとあった、もっとあった40はないけど、うん、35ぐらいある。いい飴生さんですよ、ね、いやよかった。いや今度ね俺釣りに行きたいなと思ってたね一つ狙ってたターゲットなんですけど、まさかね新中川でね釣れると思わなかった、うん、あらと思って一番最初に濁い、いや違う違う飴生だと思って、うん、もうねうなぎが釣りたいからねうなぎだーとか言ってたんですけどね言ってたねうなぎだーってね、うん、うなぎっぽい当たりもあったから次リベンジだね、うん、まあそうですね僕らかたくなにね、うん、あの大関っていうドバミミズねあの販売してるドバミミズはねかたくなに買いませんから、そう買わないです。だからミミズ次第でまた今度うなぎ釣りに行けたらいいかなと、ね、うん、我々はもう天然のドバミミズにこだわって一生懸命掘ってやりますそうだね俺この前もう一人休みの日にさ夜勤明けてさ掘りに行ってさ一人で掘って疑問を抱いちゃダメだね、うん、あ俺何やってんだろうと思いながらさ、うん、掘ってたよね、うん、あと真夏にミミズ掘るのはね危険ですからね、あれ意外と熱中症になりますはいということでまあ今日は残念ながらうなぎは釣れなかったんですけれども、ね、まあまたね近日中に、そう釣れそうな川あの見繕ってね川の方行って蒲焼きまで持ってこう、そう弓丸さんに負けないようにねうなぎ釣りたいと思いますよ。ね、釣ってたんです。素敵だわ。素敵。いやすごい。潮干狩りに行った後うなぎ釣りに行っちゃうってすごいな。やっぱすごいね。すごいね。なかなかな、うん、なかなかな行動力だと思うよ。ユミマル＆ビリーやるね。何ビリーって。ビリーだ旦那さん。あそうなんだ。旦那ちゃんかなよくわかんないけど。まあ、でも俺あんまで俺でっかいうなぎ釣ったことないんだよね。いやーでかいうなぎ。うちで飼ってるね、うん、うなちゃんしか釣ったことないんでね。今日はねうちのねうちの娘っ子もね参戦しましたけれども爆睡です。謎の歌歌いまくってた、ね、確かに鳴り響いてたね謎の歌、うん、鳴り響いてた、ね、ラブ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 、うん、なんだよくわかんない、うん、いい子なんですよ、うん、ドリカムぐらいラブラブ言ってた、ね、言ってた、ね、言ってたやべえまたベラ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 喋っちゃったよ。喋、ね、ろうと思えばいくらでも喋れるからね。そうなんですよ。そうアメ生1匹しか釣ってないから、うん、そうトークの時間あんまり長く使えないの。そうもうぶっちんぶっちん、うん、ぶっちんぶっちん切って多分これ全部カットだから。でも久しぶりの釣りだったね。なかなかね時間が合わなかったから。そうそうそう天気が悪かったんだ土日の。そう僕らの休みが合わなかったっていう。そうなんですよ。ちょうどかなり久しぶりじゃない。そうです、ね、東大島ぶりかな。はいということで今日もご視聴ありがとうございました。では次回の聴講でお会いしましょう。それでは、うん、バイバーイ。あそうバイバーイ。ぐるぐるドーンドーンドーン初月収おめでとう。ありがとうアメリカナマズ。ちゃんとリリースしたよポイポイ。あ今ナマズ？ナマズ。あいいねいいね。ナマズ。お山遊園地っぽい。ナマズ。ナマズ。ゴンズイは？ゴンズイ？ゴンズイ。オッケー。一緒じゃない。よしよし。ライトの動画も見てね。